利根運河。利根運河は、千葉県柏市、流山市、野田市を流れる、利根川と江戸川をつなぐ一級河川の運河、人工河川。日本初の西洋式運河である。全長は約 8.5km。明治時代の開削と前後して、東京湾に直接乗り入れる汽船や鉄道が整備されたため、太平洋戦争前には、舟運の役割はほぼ終えている。現在は、行楽地となっており、利根運河にちなんで命名された東武野田線の運河駅周辺には、流山市立の運河水辺公園や利根運河、交流館、工事の中心となった、オランダ人技師ムルデルの顕彰碑、大阪、通天閣のものと似た、ビリケン像などが整備されている。過去の経緯から、現在の水量の割には土手が広大となっている。特に、東京理科大学野田キャンパス最寄り駅の運河駅付近は、春には見事な桜並木を見ることができる。水害防止などを目的として、江戸時代初期に行われた、利根川東遷事業などの河川工事により、関東地方の川筋が大きく変えられ、利根川は関宿で、銚子に至る現、利根川と東京湾に至る現、江戸川とに分流された。この結果、東北地方の太平洋岸と江戸を結ぶ水運のルートとして、房総半島を回るルートの他に、銚子から利根川を遡行し、関宿を経由して江戸川を下るルートが開拓された。このルートには、一部に浅瀬があって、大型船が通行できず、積み替えが必要だったこと、距離が長かったことなどの理由から、関宿まで遡らずに、途中を陸路でショートカットする場合があった。明治時代になり、貨物の輸送量が増えたことから、この陸路でのショートカットの部分に運河を開削するという計画が立てられた。調査に当たったのは、1873年、明治6年に来日した、オランダ人の土木技術者のヨハニス・デ・レーケである。そして東京府、千葉県、茨城県の陳情により、1886年、明治19年に内務大臣の山縣有朋が政府の事業として認定。しかし、翌1887年、明治20年には内務省が財政上の理由として中止を命じ、民間企業として建設すべく、利根運河株式会社が設立された。運河開削とは別に、利根川と江戸川間を結ぶ鉄道、土港ビル鉄道計画を港運会社、いろは丸を就航関係者が計画した。この計画は、江戸川左岸の河と、利根川右岸の花の今、約 10km を、フランス人のポール・ド・コービルの発明による、軽便鉄道で結ぶもので、1883年、明治16年5月、港運会社社長、林千尋や、石川島造船所、後の IHI の平野富次が、地元豪商等14人と共に、千葉県に出願した。しかし、港運会社が他社との競争に敗れたことと、利根運河が計画されたため、実現しなかった。工事を監督したのは、1879年、明治12年に来日した、オランダ人技術者のローウェンホルスト・ムルデルである。ムルデルの顕彰碑が、運河駅近傍の流山市立運河水辺公園に設置されている。この計画は、単に、利根川と江戸川を結ぶだけではなく、茨城県沖の鹿島灘をショートカットする内陸水路の建設とも連携し、太平洋岸の水運を一気に改善しようする壮大な計画の一環であった。1885年、明治18年にムルデルが江戸利根両川桝三河運河計画書を提出し、1886年、明治19年1月12日に改修計画に着手した。1889年、明治20年5月9日に千葉県庁へ利根運河開削願を提出し、同年11月10日に許可が出た。開削許可に先立ち、1888年、明治21年7月14日に起工、約57万円の費用と、延べ220万人により、1890年、明治23年2月25日に通水、同年3月25日に通船、同年6月18日に竣工式を開催した。工事期間中、ムルデルは、近隣の民家に泊まり込み陣頭指揮に当たっていたが、完成の1ヶ月前に雇用期限が来たため、帰国せざるを得なかった。このため式典では、ムルデルの祝辞、訳文が代読されている。大上官布告に基づき、原首相客を目的に、使用料の印、納を内務省が免許し、1887年、明治20年11月から1949年、昭和24年3月までの免許を、利根運河株式会社は保有していた。利根運河株式会社の本社は、江戸川口の深井新田に置かれ、利根川口の船渡と江戸川口の深井新田に通行料を徴収する収入所が置かれ、付近一帯は、船頭や船客相手の料理屋、食料品店、雑貨屋、海鮮問屋などが立ち並んだ。利根運河株式会社は、運河大師の環状や桜並木の植樹等を行い、運河の観光地化を図り、現在の流山街道付近から江戸川口まで店が並び賑わいを寄せた。1891年、明治24年の舟運は年間約37,600隻で、1892年、明治25年4月14日に内国通運会社、現在の日本通運が、利根運河に、初めて汽船の運河往復試運転を実施。1893年、明治26年4月1日に、銚子汽船、後の銚子通運会社、銚子合同汽船会社が初就航し、銚子東京間は6時間短縮された。1895年、明治28年2月15日には、東京、銚子間の直行の汽船が就航し、東京女木川江戸川利根運河利根川。銚子の 144km を18時間で結んだ。1896年、明治29年7月22日に台風による洪水、新潟県では横た切れが発生で利根川と鬼怒川の合流点の過程が上がり、運河の水流が逆、利根川から江戸川へになった。田中村大青田総大臣が洪水の損害賠償を利根運河会社に請求した。1896年、明治29年12月25日に、日本鉄道土浦線、後の常磐線が開通すると、それまで蒸気船で1泊2日を要した都心まで、わずか2時間で結ばれた。1897年、明治30年6月1日、銚子東京間に、総武鉄道、後の総武本線が開通し、所要時間が従来の5分の1、4時間となった。これにより、長距離航路は急激に衰退し、運河の最盛期は、開通から1910年、明治43年頃までのわずか20年程度であった。1900年、明治33年、国の河川政策が大きく変わる。今までは水運を優先して、水深を付加して、川幅を狭くしていたが、水害対策を優先する方針に変わり、川幅を広げて、堤防を高くした結果、水深が浅くなって、汽船の運航が困難になった。また、汽船乗り場が町から離れ貨物の積み替えも不便になり、水運が衰退する要因となった。1914年、大正3年時点での運河敷地面積は52町2単部であった。1935年、昭和10年9月26日に、台風前面の温暖前線による豪雨が襲い、大洪水となった。利根川川の水門は閉鎖されていたものの、江戸川からの逆流によって、利根川運河水堰の田中村、福田村両翼護岸が崩壊、越流破堤し、約200町部の高地へ氾濫、浸水した。1937年、昭和12年の舟運は、年間約6500隻程度に減少した。1939年4月、利根川増補計画が内務省より告示された。1935年の洪水の反省から、運河両岸の堤防を大幅に強化するとともに、利根川と江戸川の降水の差。1935年の洪水時は2メートルを利し、高水時は本運河を利用して利根川の洪水のうち秒速500メートルを江戸川へ放水することとした。1941年、昭和16年7月22日に台風第8号により、利根川からの洪水流が押し寄せ、水関、現在の水関橋付近や三ヶ尾の堤防を破壊し、運河の通行はほぼ不可能となった。これにより会社は破綻し、同年12月31日に洪水対策として利根川の洪水を江戸川に分水する名目で215,556円で国に買収され国有化された。利根川増補計画、1939年策定に基づき洪水を受容する流水断面確保のため、内務省により堤防の拡幅とかさ上げが行われ、両岸堤防上の6,000本の桜は切られ、運河沿いの商店や住居も立ち退きを命じられ、利根川からの水も断ち切られた。1942年、昭和17年に内務省第1区土木監督署江戸川増補維持事務所、現在の国土交通省関東地方整備局、江戸川河川事務所運河出張所が置かれ、1943年、昭和18年1月22日に芳川利根川へ、称された。利根川増補計画では、堤防拡張や浚渫によって芳川利根川を強化、整備し、利根川の洪水を江戸川へと分派させるために用いる予定だった。しかし、埼玉県知事が、芳川利根川合流地点の江戸川堤防が決壊する恐れがあるとの懸念を表明し、調整は難航。一方、利根川方では、センサ採取が隆盛を極めており、現状の橋梁だけでは往来に危険が伴うことから、芳川利根川の利根川口を堤防で仕切り、堤防上を道路とすることになった。これにより、洪水を分派させる計画は事実上中止となり、芳川利根川は周辺の排水を流すだけの川となった。1965年、昭和40年4月1日に、一級河川となった。首都圏の水需要を賄う目的で、利根川から江戸川へ導水するための利根川広域、導水事業が開始された。その導水ルートの一つである、野田緊急暫定導水路として芳川利根川が再利用されることとな。1972年、昭和47年に、野田緊急暫定導水路工事が着工し、1973年、昭和48年に北千葉導水路整備のため暫定的な水路として通水が再開され、1975年、昭和50年に利根川口の堤防撤去と500メートルほど下流にあった利根川との接続点の移動及び野田導水機場、運河水門の設置が行われ、芳川利根川に流れが戻った。1987年、昭和62年5月31日に流山市立運河水辺公園が開園し、1990年、平成2年6月8日に、利根運河に改称。2000年、平成12年4月に、北千葉導水路が完成し、導水路としての役目を終えた現在では、水質改善を図ることを主眼に、年間20日余り4から6時間、日の頻度で、土質量秒速 2.0 メートルのポンプを用いて、利根川から導水が行われ、環境用水として、親水公園の整備などが行われている。2006年2月、利根川水系河川整備基本方針が策定され、利根川からの秒速500メートルの洪水分派計画が削除された。2006年、平成18年度には、土木学会が、戦勝土木遺産に、2007年、平成19年11月30日には、経済産業省が近代化産業遺産に認定した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。